今日は、片山右京さんと東京南青山にあります KEF ミュージックギャラリー東京をお邪魔することにしました。今日はですね、このショールームの中でなんかいろんな仕掛けがあるらしいので、まず右京さんにここのショールームの詳細を体験していただいて、最後にとっておきのイベントを残してありますので、ぜひお楽しみになってください。楽しみにしてます。よろしくお願いします。右京さんに KEF っていうねメーカーの話をちょっとだけお伝えしておきたいと思うんですけど、1961年にイギリスのケント州メイドストーンっていう、まあ、僕はちょっとどの辺にあるかよく知らないんですけど、ロンドンから少し離れてるのかな、でできた会社です。でレイモンド・クックっていう人が創業者なんですが、この人はちょうどあの日本の NHK にあたる、まあ、BBC イギリスの放送局に技術者として勤めてて、まあ、ちょうど NHK の技術研究所みたいなところにいたんじゃないですかね。でスピーカーの開発ずっとやってたんですが、やっぱり自分でスピーカー作りたいっていう思いが強くて、で61年に独立して、そのケントファウンダリーエンジニアリング KEF っていう、これね、なんと鋳鉄の鋳造会社だったんです。鋳物を作ってる、でそこの建屋をそっくり買い取って、で普通だったらさ、あのレイモンド・クックスピーカーカンパニーとかつけ、はあ、そのまま残ってた名前を KEF もらって会社名にしたっていう、はあ、まあ、余計分かりにくいになっちゃう、ね、そうちょっとね、まあ、ユニークな人なんですけど、すごくエンジニアリングに対してはもう積極的に関わってきて、一番最初にヒットしたのが104っていう、まあ、普通のコンベンショナルなスピーカーだったんですけど、今日聴いていただくのはここにもありますけど、この二重になってる、同軸型っていう、まあ、僕たちは呼んでるんですが、シングルコーンスピーカーって本当はね、シングルコーンっていう一個でなるのが一番ポイントソースっていう風に出てきていいんですけど、そうすると低音が足りなかったり高音が足りなかったりするんで、どうしてもスピーカーのユニットを増やしていく、そうすると発音帯が、まあ、分かれてくるんでフォーカスしにくくなってくるんですよね。でそれをなんとか改善したいっていうので、レイモンド・クックさんは同軸型のスピーカーを作りました。でこれ1984年に日本でネオジムマグネット、まあ、今住友金属から日立金属行って、今プロテリアルっていう会社が持ってる特許のマグネットなんですけど、それができた時にクックさんはこれはすごいでいい磁石だっていうので、その1988年に初めてこのユニ Q っていうね、彼はユニ Q って呼んでるんですけど、同軸型のユニットを作って、ここから快進撃が、KEF の快進撃が始まったっていうところで、今日はそのスピーカーの音を聞いていただければと思います。はい、こんにちは。こんにちは。どうぞいらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいました。はい、こちら KEF ミュージックギャラリー東京でございます。ちょっと私の方からこのショールームのご紹介をぜひ先生、はい、右京さんにさせていただきたいと思います。はい、本日はよろしくお願いします。はい、でまずその話の前に、この建物なんですけど、構造が手前が2階建て、奥が3階建てになっております。はい、でいろいろお客様のニーズに従って違うスピーカーの体験がそれぞれ地下と中2階と上でできるようになってまして、今日はそちらの体験をしていただこうかなと、はい、今日は全て右京さんにご紹介ですか。ご紹介させていただきます。はい、わかりました。はい、ちょっと全然スピーカーとかね、詳しくないんで。大丈夫です。よろしくお願いします。ぜひ体験してその感動していただけたら、ちょっと私どもとしては嬉しい。楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。でまず1階は基本的にまあ、フラット入っていらっしゃるお客様を含めまして、KEF で最新の商品を取り揃えております。で本当にこういったヘッドホン類から、こういったアクティブスピーカーですね。1階にあるのはアクティブスピーカーがほとんどでして、この辺 KEF がこの5年8年ぐらい力を入れてシリーズを発売しているモデルたちになります。なので結構お客さんフラッと入っていらっしゃって、セルフで、サウンド体験とか、こちらヘッドホンもあるってことですか。そうなんですよ、していただけるんで、ちょっとなんていうか敷居を下げる、なんかオーディオってどうしても敷居が高いって思われてますね。そう、入りにくいね。そう、入りづらいんですよ。ショップは特に、ね、なんかちょっと暗めだったりね。でもここはもう基本的に基調を明るくして、どんな世代の方でもライトユーザーもヘビーユーザーも気楽にこう入っていただけるように心がけてデザインされてるんで、
結構ね、あの去年の12月にオープンしたんですけど、さまざまな、層の方がおかげさまで、そうですか、年齢層は結構もう全然幅広です。あの今までは結構上の方が多かったんですけど、でも本当に20代のしかも女性とかもフラッと入られて、いいね、この辺ヘッドホンとかこう楽しく聴いていただいてるんで、まあ、自分自身もそうですけど、あの結構年齢を重ねてって初めてそのやっぱりオーディオとかホームシアターとかで音が大切なんだなって思って興味を持ち出したんですけど、でも普通に言ったら一般のこう若い人たちからしたらもうみんなヘッドホンしてね。そうなんですよ、今ねヘッドホンが結構流行ってて、あの、まあ、でも全部いいから音がいいですよね、スピーカーから、ね、聞いてほしいから、エントリーでね、こうヘッドホンからこう馴染んでもらって、あこれを家でじゃあ聞くときもいい音で聞きたいわってなって、例えばこの辺のこうね、パワードのアクティブスピーカーとか、ね、導入していただけたら、もうそれはもううちとしてはあの万々歳なんですけど、まあ、そういう、こう体験、ゾーンになっています。で基本的にあのどのフロアも体験できるっていうことをコンセプトにしてまして、だから店舗というよりかはもう本当に体験スペースっていう、なるほど、ギャラリーですね。そうですね、ギャラリーで、というのでっていうコミュニケーションをしてますんで、なのでぜひじゃあまずは奥のお部屋から行きましょうか。はい、はいはい、行きましょう。まあいいスピーカーってどんな音楽を持ってきてもちゃんとなるんですよ。はあ、で、まあその聞く人ユーザーによってね、クラシックが好きだったり、ジャズが好きだったり、ポピュラーが好きだったりしますけど。それを全て受け止めて再生できないとスピーカーの進化は発揮しない、進化はないと。ああ、でもそれって理論上はあれだけどさっきの同軸とこう分けてやる数でやんなきゃいけないっていうのと矛盾するように大変な作業ですよね。さっき言ってみたように音源が違うと、でも個人、僕個人のことで言うとちょっと意外なんですけど、クラシックとかそういうのを聞いたりするのと、あとはエンジン音みたいな、その重低音とかなんか効果音、 F1 なんてのは高音に聞こえるんですけど、そういうなんか重い音を大事にしたいっていうか、そういうなんかこうリアリティが、どっちかというと同軸で、そのさっき言った104が流行られてこのブレイクしたって KEF さんのがそこからって言うんですけど、どっちかというとそのオーケストラってバラバラでいろんなところでやってるから、なんかで、あの KEF さんも今同軸のユニットって中音と高音のユニットなんです。はあ、で低音はこういうふうに分かれてます。これがさらに分割するとやっぱり音のフォーカスが甘くなるっていうのが、うん、一つでもフォーカスしてきちっと出す。へえ、それなんか聞き酒みたいにこうセッティングする専門のチューナーみたいなのがいるんですかね、エンジニアみたいな、データ F1 でいうアナリストとか、まあ、セッティングするエンジニアの人はいますね。うん、ボーカルのソフト、特に声のフォーカスはスピーカーとスピーカーの間に音の像が立つっていうんですけど、まあ、そういうのはこの同軸型がすごく有効に働く。まあ、この状態が今先生が作ってる中でいい状態なわけですよね。はい、と思います。確かに、だから僕は音のある生活とかそこで何を考えてるかとか自分の世界が欲しいだけだから、その中ではだから本当にどの音がいいのか悪いのかっていうのはやっぱり素人からは分かってるんですけど、この空間は快適ですね。一日疲れたね、これ聞いてやったら下手なテレビを見るより
よっぽど癒されますよね。本当に音楽が好きっていうか聴くんであれば、まあ、オーディオのことは頭の中から抜けて音楽に浸りたいじゃないですか。そういう世界を作ってくれる、うん、機械に、まあ、ハードウェアが好きな人は別ですけど、音楽が聴きたい人はこういうシステムがあってもそのシステムに左右するんじゃなくてこの中に入っていけるっていう、まあ、そういう世界を作ってくれる、まあ、スピーカー。よくわかります。だから人によってはなんか 禅に入ってこう自分の世界に入るみたいに、音楽っていう空間にこう入ってなんか曲に包まれたりしても同じメンタルの作業ができるから。ああ、音オーディオもそうですけど、音って人それぞれに受け取り方が違うんで、まあ、その背景には音楽がちゃんとないと、いい音楽をいい音で、これがまあ僕たちが皆さんにやってほしいことだ。それは何となく分かりますね。奥が深いですよね。いい音楽をいい音で聞くっていうのが大事、うん、実際のこと僕たちモーターっていう、はあ、なんか車の世界の用語と似てますよね。似てますね。ドラムコントロールしないとねって。モーターっていうのは要するにエンジンのことなんで、あの今の電気自動車パワーユニットっていうですからね。モーターがしっかりしてないと、モーターがちゃんと、あの単語が似てますね。振動板がちゃんと動かないよって。なんかこっちでいいやって言われちゃいそうだな。スクリーンのテレビだけだったら、今この環境はだってうちにないスピーカーがないだけですから。そう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 、2階ね。はあ、今佃の方もっと大きいテレビだから、あのスピーカー置けばもっといいじゃないか、はあ、いいなと思うけど、それで満足しちゃうとあのダメダメ、スクリーンの方が、まあ、相模原の方のホームシアター、それはもっとでっかいスピーカー。こんなに違うんだよ、テレビが。これいいな、これ。僕なんかお酒とか飲めないから、癒しがそっちにないから顔に似合わないけど、これホラーとか見れないですね。結構やっぱりテレビの音にご不満な方って結構多くって、やっぱりそうなので、そこで体験すると、テレビ側もね、まあ、頑張ってやりたいと思うんだけども、それはない人では触れないから、ね、やっぱり外付けにお任せした方が絶対新しい、うん、幸せな世界がやってくる。これは知る不幸なんだろうな。一般的に言ったら知らなきゃ、そうですね、そう買いたいと思わないし、ね、一度聞いちゃったらやばいな、ほら。ぜひまあここに来て、いや、もう一度も来てください。ここでテレビ見て、ここでご飯食べて、ここでお風呂入って帰ろうか。寝に帰るだけ。でもこれはでもいいですね。違いますよね、うん、はい、まあ、じゃあこれはテレビ用としてお買い上げということで、すごいんですね、世の中エンターテインメントだな。最後はあの THX 仕様になりますので、まあ、本格的なホームシアターでもご利用いただく。全然音質が違うんですね。同じように見えてもそれだけ中身が違う。ボディが同じでもエンジンが違うと。口径は同じなんですけど、やっぱりそのドライ、まあ、あのスピーカードライバーの構造質が少しずつ、ね、モーターの構造が違うんだね。違うドライバーさん、 V8 と V10 と V12 ぐらい違ってたからね。だけどこれ知らない方がいいですね。ちょっと急に知るとやばいですね。これは急に全部あのこれは必要だなって単純に思ったら、これあの閉まらないから、あのそうそう、カジュアルドルビーアトムスなんですけど、抜けちゃうから、はいはい、えでもこれ夜とかそうよ、外暗いじゃないですか、うん、すっごいあの雰囲気があっていい、雰囲気があっていいんです。ち
ちょっとだけ本当に大事なあのお客さんとかゲストをやってプレゼンテーションするのにはいいでしょうね。本当にあの音は最高なんで。そういうこう結局ちょっとそういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、昔から大事なこうね会とかアジテーションもそうだけど、音とか火とかまあ光とかそういったものの持ってる力でこうねプレゼンする。やっぱり感情に働きかけますよね。ですよね。やっぱり引きつけないとね。引きつけないとね。先生もね。でもいいツールというよりもなんかこれは分かりやすいですね。そうなんですよ、五感に直接入ってくるから、いやこれ目と耳から、なんかこう今の普通の忙しい日常の中で忘れてたものを思い出させるのはいい趣味かもしれないですね。知ってよかったです ねあとはガチャ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 チーンっていうのがちょっと。構成釣りを入れてきたんですが、今度またうちで出す小川ミスコットのバリューソン、これはあのスピーカーでアンプは別に下のスピーカーはアンプが内蔵されてる一体型の、だからそのユニットの特性に合わせて上手に作ってる。映画のさっきの恐竜の声じゃないけどだったらあれであんだけの迫力ありますけど、これもっと出ますね。全然また違う音質ですね。 This is Dolby Atmos.The world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with pinpoint accuracy. ハリウッド映画だから、そういう意味でエンターテインメントではよくできてるから、で実話だし、ただ僕たちにすると山の映画もこういうのも映画も全部あの音はコンピューターで作ってるから偽物だし、コメントもだってあんなところドライバーでグリーンで今でスタートだとか言うわけがないし、燃料が20種しかあの走ってて燃料持つかとかって言うわけありえないし、そうだからあのちょっと漫画に見えちゃって、でそもそもがこのツーリングカーっていうのは F1 とかに比べたら遅いから見てて、でここで300キロ出るとこないしとか、あの全部がね、あのちょっとど素人が見たら面白いでしょ。まあ、それはそうで感動ものの面白いですよ。だけど没入感とか全然変わってくるから、ちょっと音のグレードが上がると違いますね。引き込まれるでしょ。うちもだから近いものは最初にやって作ってくれたけど、やっぱりあのブルーレイとまずそのやっぱり今度の 4K8K がこの間みたいにデモで見せてもらったら違うし、音もこんだけやっぱり先生が言ってた意味で違うと、このステップがあるんだと思うとやっぱり究極これ作んなきゃダメだなって、ゴールはでまたそうすると進んでいくんでしょうけど、そうそう、まあ車もね、レーシングカーも同じで自転車も同じで一回見ちゃうとやっぱダメですね。なかなかあの終わりの終点はないけど、ないんでしょうね、終点のないからこそ面白いっていう。うん、あの時点であれをこうやってもらったら、うちも同じようにあのスピーカーでドルビーでやっぱり低音出して本当にクラシックのその最初の番組の始まりのドーンってところから行ったりするとみんな
感動してくれるし、それの音によってスポーツの迫力からそういったものがなんかこう現実リアリティを帯びてくるから、すごいパンチがあるけど、全く今こうやって進んでると先生のおっしゃる意味がよくわかります、ね、だんだん自然になっていくんです。良くなっていくと、こうインパクト重視じゃなくて、なんかナチュラルなんだけどグッとこっち側に来るものがあるっていう。そうですね、あんまりにも作られたものっぽい音だとなんかどっかしらけちゃうけど、そうじゃなくて、わかりますね、没入感っていうのは、自然だし、まあ本当未来は本当もっとそうなっていくんだろうなっていうのは、どうですか。いやいいなとしか、いいな、いいなだって、よかったですね、いいなってなってもらって。でも本当だから世の中の多分僕みたいに先生に言われてちょっと持ってる人でもどんどんその進化を知らないじゃないですか。ましてやそのテレビとさっきの言った普通のある程度すぐできるところにあんなに違ってて、まあ若い人は手軽にこうイヤホンなんかして音楽聴いちゃってるのかもしれないけども、いい大人が家でこうもっとせっかくの同じ時間を費やすんだったら映画見たりテレビでもあれやった方が絶対全然人生変わりますよっていう意味では、うん、だってもったいないですよ、ね、そのスピーカーからの空間で出てくる音で空間を作って聞くのと、うん、直接鼓膜だけで聞くのじゃこれだけ映像きれいになってきてる時代に合わせ技でやられたら、いやこれはお酒飲めなくて人生損してるよって言われるのと同じぐらいねえ、お客さん飲めなかったっけそんなに、乾杯程度で、だからそれで逆に他の運動して達成感を味わうとか、なるほど、その自分の豊かな人生でどこにあるかって挑戦をしたりとか、うん、山に登るように自転車を越えたりいろんなことを、仕事もそうですけどそっちに生きがいやってるけど、これ見てると行かなくてもいいなっていやいやいや見てりゃいいじゃないかって、うん、暇な行かなくてもまあ、そこにはね、まあ、リアルっていう、まあでも行くもよし行かずに見るもよしっていうね、はあ、そのこれはやばいな、実体験ではないけど、うん、映像の自然な感じ、音の自然な感じがプラスになるとそういった体験ができますよね、うん、よくでもよくあの太鼓とかね、うん、リアルで僕友達のタオっていうバンドの講演会みたいなのやってて、チケット買ってリアルに連れていくんですけど、あのこう格闘技もそうだけどリアルって波動みたいなのが違うじゃないですか、うんうん、テレビ見ると全然それが伝わんないよねっていつも言ってるけど、うんうん、このスピーカーで聞いたりしたら全部結構再現が限りなく太鼓のあのね表面がこう来る波動とかに近いから、うんうん、内蔵のスピーカーには限界がある、だけどよりそういったものができるから、例えばその送られてきてる信号がそこまでしかないならしょうがないけど、こうやって再生してみるとこんなにね豊かな音が再現できるんだったら、やっぱそこまで到達してほしいなと思いますよね。そうですね、だから霊瞬間のエキゾーストノートもそうだろうし、さっきのドルビーのあれでやったみたいに自然のねあれもそうだし、音楽も映画もこれは知っちゃうとやばいですね。これでも世の中万人これ趣味持ったらかなりうつ病とか減るんじゃないかなすごい曲ですよ、歌詞を聴いてくださいよ、もう女性はああじゃなきゃいけないっていう空に輝く星も何も私には足りないっていうかそんなものじゃ満足できないっていう、歌詞もやばいです、歌詞がやばいです、歌詞がやばい、先生のことみたいですいやいや、これアフレコって知ってた、あ知ってました、 Let it stay thisGetting louder now. Can you hear it echoing? やっぱ音いいな。テレビだけで聞いてたら、これ音良くないとダメでしょ。ダメですよね。
心が現れる。このシーンだけだけだって500回は聞いてるけど、本当に初めて聞いてるみたいですよね。そんなに見てる。ああ、歌詞が好きで、だから空に輝く星でも私は満足できなくて、もうとにかく上を目指すっていう。Never be enough ですもん。決して満足しないっていう先生のこと。Was a thousand spotlights shining on your star in the sky. It's never be enough. って海の底の金塊だって小さすぎるし、千以上のフラッシュライトだろうが、空に輝きましたろうが。覚えてるね。じゃあその絵と音を再現できるように頑張りましょう。だから全然全然違いましたね。YouTube 普通にテレビで見たと。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はどうでしたでしょうか。まあ、最初のね、エントリークラスのファーストステージからセカンドステージ、シアターと、ね、まあ、サードステージいろいろ見ていただきましたけど、まあ、エントリークラスの一般用っていうのは今求めてるものとは違うから、あの逆に言うとあのちょっと路線は外れてるけど、最初のプライベートの、はいはい、このあのあれはカードスピーカー、はい、究極なんでしょうけど、まあ、そこはまたね、地下の、はい、地下のミューオンのスピーカー、はい、はちょっと違うと思うんですけど、でもあの普通のテレビがあれだけ今、まあ、画質が良くなったのに、うん、それをそこだけ満足して、まあ、スピーカー変えただけであれだけこうまた世界が変わるっていうのを知ったら、まあ、その時点ではいやこれで十分じゃないですかって、ね、いやいやいや、思って確かに、ね、その最初のステージとしては十分だと思います。しかも内蔵テレビ内蔵のスピーカーの音ってどうしても、うん、場所がないんで、まあ、緊急避難用とは言わないまでも、うん、まあ、あの中で精一杯頑張って音を出してる、うん、でも実際に電波に乗って送られてきてる信号はあんなに豊かな信号が入ってるんで、まあ、それをちゃんと再生しない手はないなとか、ね、ちょっともったいないなと僕も思うんですよ。で世の中のほとんどの人がそれ知らないでテレビだけ買ってると思うんですよ。確かに。だからちょっと頑張って、確かに安い買い物ではないけど頑張るとその何倍も実は人生が豊かになるっていう意味では、まあ、まずテレビ持ってたらそこスピーカーを入れるべきだし、まあ、僕の趣味はホームシアターなんで、最後に見せていただいたものがさっきの単純にテレビで YouTube でスピーカーを買えないで見てて500回以上見てたものがいや下手したらもっとだな。それがスピーカーよくそんなに見てたんですか。そうなんですよ。ちょっとやっぱり自分のこう思うところもあって、あのシーンとかね歌詞が好きで見てたものがスピーカーであんなに変わるっていうのはある意味ショックだったんで、まあ、自分家で持ってるね今スピーカーと比べてもかなり違いました。全然ちょっとだから今やばいな、ちょっと知る不幸でもすぐやらなきゃいけないのはなんか逆に言うと先生にせっかくあのホームシアターの方で、まあ、絶対教えてもらってるんですけど、ホームシアターはまたこうすごい本気でやらなきゃいけないじゃないですか、うん、あそこにゴールがあるんだと思うと、はいはいはい、だから時間かけてそういうふうにしていこうって部分と、でも逆に言うとあの、まあ、テレビをチューニングしてというか空間を作るって作業はすぐやんなきゃいけないなって、まあ、あれはいいですね、うん、あれはあれで、あれはだから東京の方とかね仕事で疲れて帰ってきて寝るだけの空間をああいうふうにするだけで多分幅が出てくるし、うん、で家にまた本当ゆっくり帰って映画見れる時にはプライベートなねその世界を自分の世界を作るのにはやっぱり最後の部屋で音楽を聴いてっていうのはね、はい、まあ、いずれにしてもねやっぱ音がキーワードにもなってくるし、まあ、その放送も含めて 4K 放送とか、まあ、8K 放送はちょっと少し今落ち着いてますけど、テレビが 4K8K テレビになってるのに
音はね、あんなちっちゃいスピーカーで鳴らしてたらやっぱりもったいない。画質に見合った音を付け加えて初めてそのオーディオとビジュアルのバランスが取れるようになるっていう。それもだから多分普通にテレビをそれだけの信号を送ってるってのにもったいないって先生が言ってた部分で、これでも単純にじゃあ家電メーカーがやってもうーんってこう多分将来なっちゃいくんじゃないかなっていう、まあ、家電メーカーさんがオプションでね、うん、その外付けのスピーカーを出してくれればいいんですけど、うん、みんな死に込みするんですよ、うん、数が出ない。でそれはだからこういう持ち屋持ち屋というか専門家がいて、 その車と同じようにフェラーリが好きな人もいればポルシェが好きな人もロータスが好きな人もいるから、そこの自分のチョイスに合ったテイスティングをこうやるとこまで手出したら、まあ、一般的に全部にこうやってる家電メーカーの人が手出せない領域で、自転車でも変な例えですけど車でもそうですけど、島野さんはじゃあコンポーネントとかいるけどもフレームは作らないとかね、そのレーシングで、そうですね、自動車メーカーでもホンダさんにしても F1 をやってもタイヤは作らないみたいなねそのいろいろありますから、やっぱりスペシャリストはスペシャリストの分野でね、力を発揮してほしいし、まあ、何でも手出すとどっちつかずになっちゃうんで。だからスピーカーって多分そういう見るっていうよりも聞くっていう、このむしろこのエネルギーがこう入ってくるから五感に触れる部分では、うん、下手したら視覚より大きいのかなっていうのは。そうなんですよ、音の違いっていうのは大きいなと思いますね、うん、将来の違いを楽しんでほしい、うん、ね、いやスピーカーってって一言に言うけどこんなに変わるっていうのがね、今の最先端というかスピーカーってね、そのもう100年近く基本原理で構造変わってないんですけど、それでもあれだけ音が変わってくるっていうね、ここが面白いところ。ノーテクだからこそその次の世界があるっていう。なるほど。できればみんな一回来て聞いてもらったりすると、うん、人生たった一回の人生が変わる可能性があるとか、映画のシーンで音楽を聴いて集中力を高めてるレーサーの映画だとか殺し屋の映画とかねあったんですよ。そのそういうこう何て言うんですかね、空間音楽とかの中に入ってると自分のこのイマジネーションとかクリエイティビティとかがもっとこう上がっていくじゃないですか。だから人によっては禅をやったりとか、ね、あのそういうように瞑想をしてあの迷って走り回るじゃないですかそういうようにクオリティを自分のライフのクオリティを上げていくってためにこうその意味ではすごいこうなんかこうなんていうんですかね、そこがインスピレーションされるというか、はいはい、インスパイアされる。その何でも聞けばいい、まあ、スピーカーから何でも聞けばいいじゃなくて、やっぱりいい音で聞いてほしい。いい音で聞かないとじゃないと没入感ないですもんね。ないですよね、まあ、そのツールとしてね、このスピーカーをぜひ KEF のスピーカーで楽しんでいただければと思います。そうですね、さあ貯金しましょうちょっと頑張って今日から500円貯金